瀬名社長です。ちょっと何それ、えどうやってんの。はい、瀬名社長ですって。これが大体うちのオープニングなんですけど、ね、いいですね。なんとですね、はい、今日は三浦会長に、はい、あの三浦ですよ。あの三浦会長です。三浦会長とね、さっきお話しさせていただいて、うん、三浦会長のチャンネルの方で前編を撮らせていただいて、はいはい、こっちはもっとザックバランに後半を、ね、はい、話を僕のプライベートに、じゃあちょっと、はい、三浦会長とはとは何どういう方なんだっていうのを、はい、三浦会長に知りたいと思ってるんで。本当ですか。はい、このイケオジは何なんだと。え、僕イケオジなんですか。イケオジでしょう。自信あるよちょっと。じゃあいろいろじゃ話しましょう。はい、ちょっと知りたいですか。お酒飲みながら。最初にもう多分みんな分かってると思うんですけど、うん、まあ、三浦会長すごい会長です。で、すごい、まあ、お金持ちです。まあ、これはみんな分かってるんですよ。はい、でもやはり人ってそんなね、うん、いきなり会長になるわけでもないし、ないね、そう、いきなりお金持ちになるわけでもないから、うん、どちらかというと私のチャンネルってこれから頑張ろうっていう方たちが見てるんで、うんうん、どういう経緯で今に至るのかっていうのを聞きたいですね。はい、ですね、僕はもともとはお金持ちの上に生まれたんですよ。お、そうなんですか。そうそう、お金持ちの家というか親戚もみんな金持ちだったんですよ。うん、財閥的な感じだったのかな。某有名上場企業の社長さんがいたりとか、お医者さんがいたりとか、あと不動産、華麗なる一族ですね。そうそう、不動産のだから、まあ、お金持ちの生活をしてたんですよ。はい、家が12部屋ぐらいあったのかな。 12LLDK ぐらいだったのかな。 12LLDK 3階だったの。ちょっと L 多くねって。3つリビングが各フロアにあって、そういう家に住んでて、それで何不自由なかったんですよ。はい、でそこからバブルが弾けて、不動産系の会社もやってたんで、不動産めっちゃやってたから、バブル弾けて会社が傾いて、うん、それで、結局会社閉鎖することになってみたいなので、それで貧乏になったんですよね。なるほど、なるほど。その時に思ったのが、ずっと普通の生活してれば多分思わなかったんですけど、裕福な生活をしてて転落するとちょっと周り喜ぶんですよ。これはなんか日本人あるかも。そう、だって、うん、で僕うちもその住宅街になんかちょっと高い建物の家建てたから、後ろが日陰になって日照権どうこうとか文句言われたりしてた建物建てちゃったんで、そういう人たちがざまみろみたいな思うじゃないですか。で、子供ながらにその家から本当 1DK ぐらいのマンションに引っ越ししたんですけど、その楽さのギャップみたいなので絶対に取り戻したいと思ったんですよ、うんうん、前の生活を。まあ、家族もどん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 ね、関係性悪くなっていって、まあ、離婚したりとかでそういうことが起きて、それで若い時に取り戻そうと思って経営者になるって決めてたんですよ。でも一時期忘れちゃったんですよ、それを。もう 10代になってお金を結構稼ぐようになったら、いろんなことやってたんで、だんだん悪い道行っちゃったんですよ。悪い道行っちゃって、いいことと悪いこと分別つかなくなってきて、で18、19ぐらいの時に結構無茶やっちゃってたんですよね。それでこのままだったら普通の一般の生き方できないなって19歳ぐらいの時思って、もうこれはちょっと一念発起してまともになろうと思って、なんかいろんな企業の面接もあって、でもまあ落ちるんですよ、どこ行っても落ちるんですよ。で最後スポーツ用品店みたいなとこに、給料いらないから僕を雇ってくれれば実績を出して、それで給料払いたくなりますよみたいな面接をして、きっと僕に給料払いたくなるんで最初はゼロでもいいですって言ったら面白いなって採用されて、そこから売り上げがまあ作ってって、で別の企業に入ることになって、結果を出してた時に思い出したんですよ。あ、俺経営者になろうと思ってたんだと思って、どん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 道外れてって、気づけばなんか全然自分が想像してなかったような人生を送ってたんですけど、もともとはお金持ちに返り咲きたいと思って経営者になりたいと思ってたんで、一回金貯めようと思って歌舞伎町で4年間ぐらい働いて結構なお金貯めたんですよ。それで25歳で起業。コストとかですか。ではないですね。でもちょっとまあまあそういう接客するような仕事をやってて、お金ある程度貯めて起業して、そっからもう23年間経営してるんで、最初はそんないきなりうまくいってないですよ。売上数千万からスタートして1年目はもう数千万、何年かやってやっと奥まで行ってちょっと稼げるようになってみたいなのを、ただいろいろ父親の借金の返済もあったんで、自分に残るお金はほとんどなかったんですけど、で30歳ぐらいまでそういうことやったりとか、弟が大学生だったんで学費とかなんかいろいろ小遣いあげたりとかいろんなことやってて、お金なくなっちゃったんで、で30ぐらいからやっぱ稼げるようになってきて、でその時にもう経営を何年かやってたんで、もっと稼げるマーケットを探してたんですよ。
で、いいマーケット見つけたらそっちに全部全投資していこうと思って、で34ぐらいの時に見つけたのがリユースで、それでこのマーケットは絶対伸びるし面白いし自分に合ってるなと思って、あと一回いろんなそこの企業さんをね、その頃のリユースの企業さん調べたら経営者がそんなに強くないと思ったんですよ。他の業態、例えば美容の業態とか、はい、例えば IT の業態とかめちゃめちゃ優秀な経営者がいて戦えないんですよ。その経営者、後から入ってきてその経営者と戦って勝てるかって勝てるじゃなくて、リユースだけ勝てる気がしたんですよ。確かになんか言われてみれば、なんか質屋の人ってなんか営業とかないし、ないじゃないですか、なんかロジック考えれないし、なんかわかるかも、はい、これ僕が入ったら勝てるなと思って13年ぐらい前にこの業態に入ってきたんですけど、でもやっぱりこの業態のあれがすごかったんですよ。既得権益的な、あとなんかすごくブラックボックス的なとこがすごくあって、最初は市場とかね、その業者の B2B の市場とかも入れてくれないとか、結構そのそういういじめあったんですね。そうそう、うん、簡単にやらせてくれなかったんですよ。だったら僕考えたのが、今もう元々の既存の企業さんとかお店とかやっぱり邪魔してくるんで、だったらこいつらが一緒に仕事したいってぐらいでかくしてやろうと思って、一旦北海道から札幌まで主要都市全部支店出してやろうと思って、5年間僕ずっとあの上から下まで回って支店作ってたんですよ。へえ、全国制覇したんですか？そう、全国でした。へえ、すごい。四国とか出してないんですけど、とりあえず野球チームがあるとこ全部出していこうと思って、10支店以上になっていった時に、で従業員が300人ぐらいまでだったんですよね。そしたらやっぱ手のひら返してきたんですよ。うちの市場に来てくださいとか、うちに出品してくださいってみんな言うようになって、それでこやっぱそれでかなんか商品量の力で勝ったなと思って、スケールしたことによって、でみんながあの協力してくれるようになって、でどんどん拡大していってる感じです、ね、なるほど。でも最初大変でしたね。だから5年間本社には顔出さないで、全国まで通帳とカードとハンコとか金庫の鍵をその頃いた常務に全部渡して、もう俺一切ノータッチ、金のこと管理も全くしないっつって、とりあえず支店展開を5年間してくれっつって5年間待って戻ってきた。へー、面白かったですけどね。めちゃくちゃなんかね、言葉的にあれですけど泥臭くやられてたんですね、うん、超泥臭いですよ。営業周り僕ずっとしてるし、で教育、物件探すのから、あのオフィス家具組み立てるのから全部やってて、でそれで、まあ、5年間それやったんで、だから僕言いたいこと言えるんですよ。立ち上げするその、ね、管理職の子とかがこんなの余裕だからって、俺全然こんなのいくらでもやってきたからって言えるから、まあ、それが強みかなと。いやでもね、この本当にマジの現場を知ってる突破強いっすよね、うん、そうですよね。でもマジの現場をずっとやってたんで、現場知らない人が、いやそうなんですよ、はい、いくらなんか言っても説得力ないですよ。現場がやっぱ一番大事なんで、それも間違いないです。一回なんか出しに行ったことあるんですよ、はいはい、いらないもの、うんうん、でなんかすごいあんま営業がうまくないって思ったんですよ、はい、塩対応してきましたよ。彼らは僕は査定はエンタメだと思ってて、このいろんな、いろんなうんちくを教えたりとか、こうでこの年代のやつでって、ちなみにいくらと思いますかとか、当たった外れたとか話とかしてて面白いですよ意外と。面白い実はこれをこの色だったらもっと高かったんですよとか、今度買うときはこの色の方がいいですよとか、リセールバリューってみんな色によって違ったりするんで、今度買うときはこのスタンダードな黒にしましょうとか、そうすると売るとき高いですよとか。ピンクはダメですよね。ピンクはね、あの買う人がね、買う人こういう人しかいないからピンクはダメだって特殊な色ってなかなか値段上がらないですけど、スタンダードの色ってのはやっぱ人気あるんで、定番ライン。そうですよね、うん、安く買い取れたらいいってことですよね。ではないんですよ。適正なのってやっぱり うちの会社の仕組みって説明すると、はい、普通の買い取り屋さんは買い取りします、それを業者に卸すんですよ、うんうんうん、うちはその卸してもらってる業者の最終的な売り先でもあるんですよ。あの業者から買い取ってるんですけど、でその買い取った商品を自社のオークションっていうのをやってまして、オークションの会場いくつか持ってて、そこで競りをして、何十社も業者集めて競りをするんですよ。で1日で1億ぐらい売り切るんですけど、他社さんと買ってる仕組みってまず学校があるわけですよ、鑑定士の学校、はいはい、ここで鑑定士を育てると、うんうんうん、でいいスタッフを自社に入れますと、うん、それで仕入れを普通は店頭か出張か宅配ってこの3つなんですけど、全ジャンルやってるんですよ。売るのも普通はみんな市場に流したりとか、あんまりいろんなチャンネル持ってないんですけど、うちは店舗と EC サイトとライブ販売と業販と、あと自社オークションを持ってるんで、いろんなパターンで売り分けられるんで利益率が高いんですよ。
そもそもの利益率が他社さんよりも 5% 10% 高いから、だから他社さんより 5% 10% 高く買ってあげても利益がちゃんと出るような仕組み。なるほどなるほど。ちょっと長い話だったんですけど。いやいや勉強になります、はい、めちゃくちゃ。まあでもなんかうちがあれですよね、さっきの話じゃないですけど、うん、メーカーになってるっていうのと近くて、1個で完結できるように大きく作ったから利益率がいいって感じですよね。そうそうそう、だから全部が内製して全部そのグループ内で完結するようにやってるんですよね。なるほどなるほど。それがうちのなんか強みというか、うん、いやそれはめっちゃ強みですね、うん、そういうことなんです。他にあの僕のプライベートのこと聞きたいことないですか？プライベートなことは多分みんな聞きたいと思うんですけど、うん、やっぱりあのホワイトニングサロンに来る理由って、うん、大体みんな、まあ、特に男性だとモテたいからだと思うんですよ、うん、でどう見てもモテるじゃないですか。そう見てもそう見えてモテないんですよ。本当それもういいんすよそういう話は。いやそれね、俺いろんな人に言われるんですよ。いろんな人に言われるんですよ、モテるでしょって。でもモテるというのはこちらから狩りに行ってないとモテないんですよ。要は女性が狩りに来ないんですよ。だから本当にモテる、モテてるねって、俺の周りにモテてるねって人たちはガンガン獲物を狩りに行ってるんですよ。いやそうだよ、ね、はい、クラブのVIPルームに座って僕はお酒飲んでたとしたら、クラブのVIPルームからフロアに行って女の子連れてくる。こういうことをしてたら取り巻きができるんですけど、僕しないんですよ。そえなんかそのどういうその会長から見て、うん、こういう男がモテるよねっていうのと、なんかこういう女の子っていいよねみたいな、そういうの聞きたいですね。モテる男、はい、やっぱモテる男って例えば、はい、僕結構昔モテたんですよ。でそれってやっぱりすごいテクニックを持ってたと僕思ってて、はい、言っちゃっていいんですよ俺のこと。あの例えば口説きたいとするじゃないですか、はい、セナちゃんを口説きたいとするじゃないですか、はい、でセナちゃんは口説かないんですよ、口説きたくても、はい、いやっていうのは、うん、気づかせるんですよ。僕は彼氏いないのって言って、うん、彼氏いないって言ったんですか、うん、彼氏多分もうすぐできるよって、多分いい出会いあると思うよすげえっていう風にうまい分かる気がするんだけど、えそうだからちょっと多分最近気になる人と出会ってるはずだから、もう一回思い返してみた方がいいです。絶対いるから。うわぁ気になるじゃないですか。こんなこと言えるのすげえ。それで意識させていくみたいなです。なるほど。あと例えば合コンね、はい、合コンこれよく覚えてください、はい、視聴者あのセナちゃんの横に座りました。合コンで8人ぐらいいます。で飲んでます。そしたら僕は30分ぐらいしたらすごいセナちゃんから一番遠い席に移動するんですよ。あえて一回移動するんですよ、はい、でも気になるでしょ、あれなんであの人ここにいたのにあっちにいて楽しそうにしてるんだと、うん、めっちゃ楽しいんです、楽しそうにするの向こうの女の子とお酒でイエーイとか言ってあ楽しそうじゃんみたいにセナちゃん思います。そうしたら15分後ぐらいに戻ってくるんですよ、こっちに。やっぱここが一番落ち着くわって言う。うわすぐ落ちちゃうわで、ホロッとだよ。くどくというか、その気にさせるっていう。はうわこれ真似できるかな。これでも誰でもできる。これは俺はプチ長距離恋愛リターンっていう技です久々に大阪から彼氏が戻ってきた感覚にさせるリターン、リターン、だって長距離恋愛って久々に会えるから嬉しいじゃない。確かにな。それをその2時間ぐらいの合コンで一回味わわすわけですよ。そういうすごいな技を使いまくってます。まあ、てか三浦会長がこんだけやってるんだったらもうちょっと世の中のさ男性マジでちゃんとやった方がいいよ。だからもうこの技も俺使わなくなっちゃったよ。言っちゃったら新しい技を返す。ずっと残しちゃうからだって俺逆に女の子が一回横にいた子がいなくなって戻ってきて、やっぱりここが一番いいって言われたらその落ちるもん、その言葉で。なるほど、うん、ということはさっき言ったことは、うん、三浦会長がおっしゃったことは、うん、女でも使えるってことですね。使います、使います、うん、絶対使います。あの相手が近づきたくなるようなシチュエーションを作っていく、気にさせるが大事。これ何の動画ですかこれ何の動画ですかこれなかなか聞けないでしょめっちゃおもろい。じゃあちょっと食べながらちょっと僕のめちゃめちゃおもろい話聞いたわ。ちょっと僕の宣伝させてもらっていいですか、はい、これ僕ねあのフーカードっていうデジタル名刺をね6月に販売するんですよ。多分これオンエア、ね、公開する時も販売すると思うんですけど、ワンタッチでなんか SNS を、はい、と自分のプロフィール、まあ、名刺なんですけど携帯に近づけると携帯が勝手に読み取って、いくらで月額、
550円からかななんですけど、安いですね。安いんですよ。だから名刺買うよりも全然安くて、うん、確かに。だって名刺代って大体1000円以上するんで、うんうん、で情報更新できないから何か変わった時に全部すり直しじゃない、うんうん、肩書き変わったら。これは自分で全部管理画面で情報変えられるんで、いつでもどこでも変えられるんだよ。もう名刺作らない、はい。それピーってやって、それで自分が交換した人のリストとか全部出るんで、そういうのも管理ができる。あ、それも一括管理ができる。できるんですよ。ああ、じゃあ名刺管理アプリを入れなくても、うん、その名刺でもう全部終わる。全部終わります。へえ、はい。あと、もう一個お話していいですか、さん。あ、どうぞ。はい。6月多分この公開されたために僕映画の、あ、なんか噂の。そう、映画に出るんで。あの黒木瞳さん。そう、黒木瞳さんの主演の映画ちょい役で出てますんで。え、ってかなんで出たんですか。どうやって出れるんですか。やっぱり瞳と俺の関係かな。瞳と俺の関係性がね、瞳関係だったんだ。そう、どうしてもやっぱり瞳がどうしてもな、三浦さんと共演したいっていうので、じゃあ黒木瞳を瞳呼びする人に初めて会った。6月16日全国東方100回ぐらいで、うんうんうん、あのロードショーする。ぜひちょっと皆さんも劇場に足を運んでいただいて、はい、まあ本当にたくさんいろんなお話聞かせていただいて、はい、やっぱ人生のね大先輩ということで、皆さんもすごいためになるお話たくさん聞けたと思うんで、うん、ぜひ三浦会長のねチャンネルの方も、うん、はい、ぜひちょっと見てください。登録と見ていただきたいなと思います。はい、今日は三浦会長といろいろお話しさせていただいて、はい、ありがとうございました。はい、また遊びに来ます。